では続いて今動こうみんなで防災プロジェクトです。西日本豪雨から間もなく4年、再び災害の季節が訪れようとしています。今日紹介するのは復興を願い神楽を上演した人たちと被災地の人たちの思いです。今月10日坂町小屋浦地区の小学校であった神楽の公演、住民およそ150人が集まり2つの神楽団の舞を満喫しました。西日本豪雨で砂防ダムが決壊した小屋浦地区、15人が犠牲となり今も一人の行方が分かっていません。それから間もなく4年、崩落した橋が再建され公園も整備されるなどする一方、更地も多く残り復興は道半ばです。そして今月、被災地を支援する団体が神楽の公演を開催しました。被災地の方々に元気になっていただきたいということで、もっと早い段階から企画をしてたんですけども、なかなかコロナで4回延期になりまして、なんとか開催できることになりまして、出演する広島市安佐北区井室地区の神楽団です。井室地区も被災しました。去年8月豪雨で河川が氾濫、道路が崩落するなどしています。神楽団の団員は小屋浦の住民と同じように豪雨の恐ろしさを実感していました。だからこそ演目もこだわりました。これが一番長いです。19メートル、山田のオロチ。オロチを河川の氾濫に見立てて創作した神楽。水害が起きませんように、災害が起きませんようにという祈りの神楽。神楽を通じて古き伝説の教訓を伝え、復興への活力を高めたいと言います。うねり、そして暴れ回る5匹のオロチに日本神話のスサノオノミコトが振り下ろす剣、150人の住民は釘付けです。そして安佐北区の神山地区の神楽団も参加。子供たちが舞いました。面白かった。神楽好きだもんね、うん、イベントが今ない中でなんかこうやって、ね、元気をもらえることがあって、なんかすごいありがたいなと思いました。もう歓迎で ね、もう、うん、私らも負けずに今後坂町のために地域のためにね頑張ろうと思います。皆さん結構その元気もらったっていうふうにもおっしゃってましたけど、そうですね、あ、嬉しいですね。我々も元気になりますもんね。我々の神楽を見て、少しでも、明日からの、活力となればと思いますが。西日本豪雨から間もなく4年、災害の季節を迎えようとする今、復興を願う神楽の響きが小屋浦にこだましました。はい、ヤマタノオロチは酒に酔ったオロチを退治するお話っていうイメージだったんですけど、暴れるオロチが河川の氾濫を表していたんですね。古くからそういった伝承として、河川の氾濫ですとか、それが蛇ですとか、竜に例えられて残るというの話はあるわけで。そうですか、いや、そういうふうに思ってまた見ると引き込まれますね、はい、より一層。そうですね、はい、うん、
で今こう、改めてその、今回の講演を見て思ったんですけれども、もちろんあの新型コロナウイルスという大きな困難が今あるわけなんですが、それによってこういった被災地の復興であったり、あるいはあの平和原爆の伝承であったり、そうしたものが少しずつできなくなりつつある現状を、これもう一度やっぱ改めて意識してみないといけないなというふうに改めて思いましたね。